にちは、トナカイです。今日はクリスマス前にみんなが悩むであろうメイクとクリスマスプレゼントについての2つを紹介していきたいと思います。まず1つ目は普段メイクに3つだけポイントを入れるだけでクリスマスっぽいメイクになるっていう、動画。そして、クリスマスプレゼントってすごい悩むと思うんですけど、手作りのものって結構どんなものでも心がこもってると思うので、絶対に失敗しない、チョコクランチ、こちらですね、チョコクランチを作っていきたいと思います。それでは動画スタート。クリスマスメイクポイント3つのうち1つ目はアイメイクです。赤やピンク系のアイシャドウを使って目尻にくの字に入れていきます。その上をなぞるようにアイラインを引いていきます。次はチークです。こちらも赤系のチークを使って黒目の下のほっぺの高い位置に入れていきます。最後はリップです。リップは血色感を出したかったので内側から外に向けてグラデーションを意識するように塗っていきました。そしてマジョマジョのグロスを重ねてツヤを出します。このグラスはですね、すごいキャンディーの香りがして、美味しいというか、すごい私は好きなグラスです。とてもおすすめです。はい、こんな感じで赤系のアイテムを使ったクリスマスメイクの完成です。次はこのチョコクランチを作っていきたいと思います。用意するものはホワイトチョコ、シスコーン、赤と緑の着色料とカップと、あと飾り付けのものです。まずは湯煎でホワイトチョコを溶かしていきます。だいたい溶けてきたなと思ったら着色料を入れて、あと赤と緑のチョコを作っていきます。そしたら砕いたシスコーンをこの中に入れていきます。量はチョコとシスコーン1対1くらいで大丈夫だと思います。こちらを混ぜていきます。こんな感じで混ぜ終わりました。そしたらこれを一口サイズくらいずつ手に取って丸く丸めます。そしてカップに入れて、これをなくなるまで繰り返します。そしたら自分の好きな感じにデコレーションしちゃってください。はい、こんな感じでチョコクランチの完成です。緑の方がちょっとクリスマスっぽいかなと思うんですけど、作ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、メイクとお菓子作りをしたんですけど、こんな感じでチョコクランチも出来上がりました。こうなんだろう、粉砂糖をかけたりすると雪っぽいし、あとはね、緑の方がやっぱりクリスマスツリーっぽくて、こんな感じで可愛かったです。皆さんもぜひぜひ、どちらも簡単、すごい簡単だと思うのでやってみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。